1996年のヤクルトスワローズでは、1996年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、野村克也監督の7年目のシーズンである。前年巨人、長島茂雄監督の目前で胴上げを果たした、野村監督はこの年も連覇を狙い、若返りのため西部を自由契約となった辻初飛行を獲得。辻の加入を除けば、 前年とほぼ同じ戦力だったが、チームは6月まで、広島、中日に次ぐ3位とまずまずの成績を収めた。しかし、7月に入ると、メイクドラマを合言葉に巨人が反撃すると、B クラスに転落。さらに2年前同様故障者が続出するとチームは、A クラスの座が遠くなり、最終的に優勝の巨人と16ゲーム差の4位で、シーズンを終えた。 投手陣では前年優勝の立役者だったテリー・ブロスが相手球団にマークされて成績を落としたが、吉井正人やこの都市大栄から一席の田端和也など一席組が抜けた勝利を挙げた。打撃陣では辻が中日のアロンゾ・パウエルと首位打者を争い、トーマス・オマリーやヘンスリー・ミューレンスもそれなりの成績を残した。シーズン終了後、 6年連続打率3割のオマリーや1994年オフにロッテから移籍して翌年の優勝に貢献したミューレンがこの年を最後に対談スチームは世代交代期に入る。ありがとうございます。